はい、こんにちは、熊谷康政です。さあ、今日はケニーカークランドパークリネタを地道に行きたいと思いますが、今日はまた2-5 のところですね。 Fm7 Bb7 って、まあサビの中で使ってる2-5なんですけど、ちょっともう今回は意味不明です。意味不明。 Fm のとこは、まあわかるんですけど、 Bb のとこがなんでこうなんのかなみたいな感じで、そのズレ感がなんかやっぱいいんですよね。なので、ちょっと意味不明アウトフレーズですね、行ってみたいと思います。それではどうぞ。はい、それではケニーカークの2-5 Fm7 Bb7 なんですけど、まあ、前回のやつでで、今日はここ Fm7 なんですけど、で、まあ、次がこっちはまあ普通なんですけど、これ何なんだろうってことで、 Fm の時は、Cm7 弾いてますね。 5フラット7 9 11すか、 CEb G Bb で、ここですよ。ここ Bb7 のとこで Dm7 弾きます。 DG フラット、A、B、これなんだ、C シャープ。で、まあ、この中でアウトしてるのはこの音だけなんですけど、これメジャーセブン弾いてますね。サウンド、フラット13、メジャーセブン、シャープ9。これも結構いいっすよね。Em フラット5、A セブンなんですけど。まあ、これは普通にインサイド。まあ問題はここですよね。これこれこれ。で、なんで D メジャー7弾いてんのかなって思うんですけど、まあ意味不明ですよね。なんかこうしたかったんでしょうね。これをセブンスにして A の音 F フラットすれば、いわゆる普通のオルタードのなんか押さえ方を分解しただけ。普通、割と普通な感じになりますね。まあインサイドですね。だけどこうするとこれ強いですね。メジャーセブン入れると、なんでもう入れちまえばいいわけですよ。他の2-5でももう Cm7 だったら、こうか、 F7 の時ズレズレ感があって、まあ、この曲はこう Fm Bb7 Em A7 っていくけど、まあ普通の2-5で使ったら Fm、 あ、今何やった、Cm か、 Cm だったら F7 の時に A メジャー弾いて Bb メジャー7に行けばいいわけですね。やっぱ強いですね。もう何でもいいっすよね。だからこれで、これまあキーが E フラットなんで、ここで、あ、ここじゃねえ、ここでなんでもいいっすけど、というふうに2-5 にこの謎のアウトをぶち込んでみてはいかがでしょうか。ということで、本日はケニーカーグランド、おしまいにしたいと思います。それでは皆さん、チャンネル登録よろしく。さら